もう、こんなところでいじけてたんですかほら帰りますよ俺は帰らないって何子供みたいなこと言ってるんですかったくもうほらいいから帰りますよえあみんななら先に帰っちゃいましたよまあ、ただ みんな先輩のことを本当に心配してましたけど俺のせいだもんなってそんな全然みんなそんなこと思ってないですむしろ今日の私立の強豪校相手にあそこまでギリギリまで攻めていったのは先輩のおかげじゃないですか何でそこで自分を攻めるんですかだって先輩が今まで 練習終わった後も一人でずっと居残り練習してるの私知ってましたもんボール片付けてるふりして本当は一生懸命一生懸命練習してたの私知ってましたもんだからそんなこと言わないでください甲子園の県大会に行けなかったのは私も悔しいですでも 野球部のみんなも先輩の悔しい気持ちをずっと分かってると思いますだからそんなに自分を責めないでくださいお願いしますごめんなさい先輩今年で最後なのにうんみんな先輩が頑張ってたの 言わないだけでちゃんと見てましたよ知ってましたよでも先輩変なところでプライド高いからだからみんな言えなかったんですよえいや私は確かに先輩を心配してここまで来たのはありますけどでも私 先輩のそういう努力する姿勢がすごくかっこよくてずっと憧れでした本当はずっと前から先輩のこと大好きでしたごめんなさいこんな時に本当はもっと後にいようって思ってたんですけどでもなんか見てられなくて知ってますか先輩 結構男子生徒に人気があるイメージですけど学校でいつも表彰されてるから本当は密かに先輩のファンクラブを作ってる女子がいるくらい女子生徒に人気なんですよだから先輩に可愛いい彼女ができたらどうしようっていつもヒヤヒヤしながら見てましたもん先輩のこと。 だって本当にかっこいいんだもん、うん、そのくらい私は先輩のこと本当に好きなんですよ信じてくださいあのですね先輩私の目から見て先輩はどこの誰よりも世界で一番カッかっこいいんです大好きなんですそれくらいわかれバカふんもういいですか ほら、荷物持ってさっさと帰りますよたくもどこまでも世話の焼ける先輩なんだからほら行きますよはい立ちましたほら行きますよたくもなんでってそりゃ先輩と一緒に帰りたかったからに決まってるじゃないですかそれくらい分かってください先輩の鈍感バーカーバカ とにかく今はこの手離さないでくださいねあと気持ちが落ち着いたらお返事待ってますからうん先輩のお返事ちゃんと聞かせてくださいね待ってますから。